立川市と昭島市にまたがる国営昭和記念公園では、秋の訪れを感じさせるパンパスグラスが見頃を迎えています。パンパスグラスは原産地であるアルゼンチンのパンパス平原から名付けられたイネ科の多年生植物です。大きなものは6メートルにも達し、巨大なススキに似ていることからお化けススキとも呼ばれています。連日暑い日が続いていますが、公園を訪れた人たちは時折吹く涼しい風を受けてゆらゆらと揺れる羽毛のような穂を熱心に写真に収めていました。秋の訪れを感じさせてくれるパンパスグラス、11月上旬まで楽しむことができるということです。